こんばんは、吉谷さん。そして億万長者合宿シリーズをご覧の皆様、1億円稼ぎたいならまずはね、できるできないっていう前に、まあ1万サイト作ってみてくださいよ。私が麻雀店をやりながらやったように。そしたらね、さすがに何か見えてきますよ。あ、嘘だったなって思うのか、それとも本当じゃんみたいなね、こととかね。で、1万サイト作ってる間に何が起きたかっていうと、サイトの作り方を教えてくださいって人も来ますし、アフィリエイトってどうなんですかって来たり、ネットビジネスはどういうふうに組み立てたらいいんでしょうかって来るわけですよね。こういうふうなね、なんと言いますか、副産物がたくさんたくさん生まれてきて、それに一件一件自分の忙しいとか時間がないとか物を知りませんっていうのを無視抜きにしてね、対応してくると1万サイトの精度がどんどん上がるんですよ。でどういうことかっていうと、やっぱりね、何かを徹底的にやっている人、もしくはやろうとしている人には、まあいろんなね、お願い事とか質問とか、それから相談事っていうのが来るわけですよ。もっと言ったらね、相談されないような徹底的にやるはあんまりね、当てにならない徹底的にやるですよね。本当にね、凡事徹底と言いますけども、私はですね、動画をずっとこうやってアップロードしてるんですよ。そうするとですね、YouTube はどうやってやるんですかって質問は来るんですよ。年中来ますよ、これ。ね。YouTube のことだったら久保さんに聞かないとと思って連絡しましたって来ますよ。ね。で、YouTube の商材があるんですけども、これは買っても大丈夫ですかって質問も来ます。ね。だからそのぐらい、他の人に影響を及ぼすぐらいね、一生懸命それをやってるんですか、凡事徹底してますかってことが肝心なところです。凡事徹底も誰にも気づかれないようなレベルだったら、それはね、凡事徹底ではないですね。まあ、ですんでね、YouTube ってのを、例えばですけども、凡事徹底するにしたら、人がね、うわーやってんなーって思うぐらいやんないと。あ、この人、たまにやって、たまにやめてるなっていうレベルではなくてね、Facebook のライブもそうですよ。私、やってない日ないですよね。またやってるわと思われますよね。で、真似して Facebook ライブやった方っていうのは、やったりやめたりで結局やめるんですよ。まあ、3ヶ月やってる人はいないですね。私が見てるところ、どっかにいるのかもしれないですけども。そうなると、圧倒的に Facebook ライブは久保哲郎なわけなんですよ。でそのぐらい圧倒的に何々何は何々何さんっていうものをあなたがやってるかどうかですよね。凡事徹底、でそれが凡事徹底です。誰にも気づかれないような凡事徹底は、それは凡事徹底ではないですよ。だからね、私はこれを凡事徹底でやってますっていうふうにもう堂々と言っていいですから。それは、ね、どう考えてもそうでしょ。私はね、 YouTube 凡事徹底やってますって言わなくてもみんな認識してくれるでしょ。でサイトに関してはさすがにね、1万4000サイト作りましたって言わないと分かってもらえないのと、あとはもうアフィリエイトをやめた時にそのサイトを放棄したんで、もう証拠がないんですみません。当時の動画しかありません。当時のね、売上動画しか、これは残ってるんで本当良かったと思います。それからですね、まあアフィリエイトをやってきてね、どんな人とつながったのか、どういう ASP が知ってるのかで、アフィリエイトってどういう仕組みか、こういうふうなね、アフィリエイトをやってきたからこその知識っていうのはむちゃくちゃあります。ですんで、生半可な人がアフィリエイト知ったかぶりしたら、私はね、それをね、全部見抜くことができますよ。だから私に対してアフィリエイトで会話する人はあんまりいないと思います。もちろん、中にはね、すごくレベルの高い人いますよ。そういう人は、どっちかっていうと私のことなんて鼻にかけないですよね、もうね。単なる量産のアフィリエイターかっていう感じですよ。だってね、サイトを量産して、で、お金を作るって、むちゃくちゃやりたくないことなんですよ。だってサイト1個とか2個とか多くても10個でやっぱりね、数千万とか作るのを目指してアフィリエイトサイト作るのに、なんで1万サイト作るんですかって話じゃないですか。で私はね、そういう意味ではSEO とかキーワードとか諦めてるんですよ。そういう難しいこと、難しいことはもう若い人がやってくださいと。私はもうついていけません。ただですね、昭和根性で量産はできますということで、量産市場のもう頂点に立とうかなという勢いで、まあそんな勢いなかったんですけど、気がついたらやってただけなんですけどね。そういった形でございますね。で、多くの方がね、何をやったらいいのか、どこまでやったらいいのかってことを分からないなりに、聞きかじって信じるところと信じないところを分けてるんですよね。でそれではなかなかね、うまくいかないんじゃないかなと思います。であとはね、自分で考えて自分でやるってことの繰り返しじゃないと、自分の思考と自分の人生はできないです。誰かの言った通りにやるっていうのは、これ小学生がね、靴揃えなさいよって言われたら靴を揃える、みんなと同じようにやんなさいよって言ったらみんなと同じようにやる、そのレベルなんですよ、ね、だから自分だったらどういうふうにやったらうまくいくだろうかってことを考えてやってみる。そして失敗する、失敗を見てまた検証してもう一回考えてやってみる。この繰り返しが凡事徹底と合わさると進化進化進化をしていくわけですよ。そして他の人から見ても、お、やってるな、進化してるな、すげえなっていうなるわけですよ。でもね、ずっと進歩してないものは凡事徹底の悪い例ですよ。
ただ繰り返しただけね、ただ繰り返してるだけです。そういうのは役に立たないと思います。うん、だからそうではないというところをね、今回お伝えしようかと思います。でですね、吉谷さんの考えた必要以上に、なんだ、必要じゃないと、必要だけど必要以上に必要じゃないとね、とんちみたいですけどね、必要が3回出てくるとちょっとね、いまいちくどいかなと思うんですけども、でもこれはすごくいい言葉ですね。心に残ると思います。また別の表現が見つかると思いますんで、うん、必要以上に必要じゃないと、要するに適度にやれってことなんでしょうね、吉谷さん。でもね、1万歳とは適度じゃないですね、度を越してますね、必要以上にやりましたね。必要以上でしたということなんで、多くの方にはこの極端な行動っていうのはついてこれないと思いますので、なんかね、バランスの取れた行動になってくるんでしょうね。バランスを取って何にもいいことはないです。真面目にやってもね、真面目な人生が待ってるだけなんですよ。で、真面目っていうのは、ルールを守って決まったことをやるっていうことだと思うんですけどもね、私が真面目にやってるかっていうと真面目じゃないですね。もうなんかそのサイトの量とか YouTube のテーマとか、もう真面目とは思えないぐらいやってますよね。同行してる、いわゆる一言で言ったらバカなんですよ。空手バカ一代っていうのがありましたけどね、以前もお話しましたけども、大山増達先生は空手以外は全然ダメなんですよ。でも空手はバカぐらい一生懸命やってるんですよ。私もそんな感じでございます。インターネット活動についてはもうバカのように一途にやってますね。以上です。